博士こんばんは。はい、こんばんは、ね、ちゃん、それでは早速本日のゲストをご紹介します。コロンハイドロセラピストの斉藤早苗さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうあのこの番組もいろんなゲスト来ますけどね、はい、また初めて聞く名前、コロンハイドロセラピストそうですね、今あれ言えるかなと思って一体何そうそうそう、一体何ですか、まあ、そこからお聞きしないと分かんないなと思って、はいはい、まあ、コロンハイドロセラピーっていうのは、うん、まあ、あの腸内洗浄ですね、分かりやすく言うと、ほう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 、まあ、自分で行うその肝腸のようなものではなくて、うん、あの大量のお湯を使って、うん、そういったその医療用の機械をあの使いながら、まあ、大腸の奥まで腸を洗っていくっていうセラピーなんですけれども、うん、へえ、はい、これちょっとやり方いいのかな、番組でこんな聞いてるのかなんですけど、やり方としてはどうやるんですか、はい、実際に腸内洗浄ってよくね、その高カリー学会とかアンチエイジング聞くんですけど、はい、まあ、ちょっとやったことなくて、まだ僕は、ぜひ一度やりたいいつも商品もらうとありがとうございますちょっとこう今躊躇がこの間生まれて初めて、はい、あの大腸カメラやって、大変だなと思ったんですよね。あ、そうですね、あんな感じ。下剤を使うっていうのはその薬の刺激で腸を収縮させて動かして便を出すっていう方法なんですが、うんうん、このセラピーは、うん、あのまあ、お湯を大量に大腸に入れることで、うん、大腸が膨らみますよね、はいはいはい、でそれでその膨らむと大腸って蠕動運動を起こすっていう本能があるので、物理的な刺激を加えて自分の腸に動いてもらうっていったあの、まあ、ロジックというかメカニズムで行っていくので、割とマイルド で使うものは普通のこう、まあ、浄化されたお湯ですので、あ、ま、それお湯自体がその腸を動かす成分が入っているということではないので、まあ、変な話、自分の腸が元気がないと動かないんですね、うん、あ、うん、確かにね、 それでそのあのやっていくうちに自分の腸がしっかりと蠕動運動を起こせるようになってくると私は、まあ、あの思っているんですけれども、だいたい1回でどれぐらいこう時間かかるんですか。セラピーの時間は40分ですね。あ、40分ぐらい、そんなことなんですか、はいはい、まあ、それ以上やってると疲れますし負担にもなりますので、この中の中にお湯を入れて、はい、でそれをこうなんかぐるぐる回すだけなの、それともその時なんかこうマッサージとかするんですか。そうなんです、あのアプリケーター、肛門に、うん、まあ、直径2センチぐらいのアプリケーターを、うん、まあ、4、5センチ、うん、あの直腸の長さまで挿入して、うん、でお湯を入れる管と排泄の管っていうのが違うんですね、うん、で、あの、まあ、機械がそのすごく微妙に、うん、あのゆっくりとお湯を入れていくんですけれども、うん、その時に圧力をちゃんと調整できたり、うん、あとは温度が上がったり下がったりすると良くないので温度をきちんと管理できたり、あと逆流の防止がついてたりっていう、そういったその医療用の機械を使って、であの圧力を腸の中の圧力をこう見ながらゆっくりと大腸にお湯を入れていくので、寝たままの状態で、まあ、仰向けになって寝たままの状態でお湯をこうゆっくりと入れていって、であのそれお湯を入れ終わったら今度はお腹のマッサージをして、まあ、自分の腸が動き出すのを待つ、でそのまま寝たまま出てくる感じですね、動くと。これどういう方に向いてるんですか。これはもう本当に便秘の方とか、うん、出てるけどすっきり感がないとか、出てもお腹が張ってるっていう方がすごく多いんですよ、はいはいはい、増えてまして、でそういう方にすごく向いてますね、うん、やっぱり女性の方が多いんですか。男性もいらっしゃるの、うん、いえ、あの女性専用のクリニックなので。そうそうそう、今そうですね、はい、あのリコ女性ライフクリニックですかいらっしゃるのね、はい、まあ、女性専用でしてますけれども先生だったら特別にレムちゃんはやったことある。これを腸内洗浄というか、なんかでも雑誌に昔流行ってて、うん、なんかこう粉みたいなレモン味かなんかのをお湯と一緒に飲むと、うん、腸内洗浄できるみたいなのがなんか流行ってたんですよ一時期。要するになんかその腸内洗浄って全てのことを総括してるみたいで、うん、あの下剤とかを飲んでも腸内洗浄っていうし、あ、まあ、それとはちょっと違うセラピー、全然違う方法ですよね。へ、うん、便秘の人専用なんですよね、まあ、そういう、あの、うん、日本に 14、5年前にあの上陸してきて、うん、その時はもうアンチエイジング、うん、ダイアナ妃もしてますとか、ハリウッド の女優さんもしてますっていうちょっとこうセレブな、あのマニアックな美容法だったんですが、まあ、どんどんこう日にちが経過していくうちに、うん、やっぱり本当に困ってる
方が多くなった感じですね。うん、へ、気になるし、これやった後って体重とかって減るんですか？まあ、溜まってる場合は溜まってるものが出るの で、 、うん、でやっぱりあの溜まっている古いものが溜まっていすぎるとむくみとかもあったりするので、そういうのが取れて、私が今まで 3.5 キロ1回に減ったって方いました。すごい朝ず40分間出続けてました。あ、でも僕もね、カメラをね、大腸カメラの時にでも2キロぐらい減りましたね。うん、あれでも結構脱水とかはないんですかね、そういう場合って。あ、まあでもそれはあるかもしれないね。結構やっぱりね、下剤で無理やり出すからしんどいですよね、やっぱり。あのコロンハイドロセラピーって大量にお湯を使うので、うん、脱水が起きないんですよ ね、 ね、吸収しながら出すみたいな形だから、はいはいはい、それがまあいいところかなとは思いますけどね。なんかね、あの本を出されてて、はい、タイプ別ビジョンのある腸トレっていう本とか出されてますよね、はい、このタイプ別ビジョンっていうのはどんな話かなと思ってさっきからすごい興味があって、いやレオンちゃんなんかどういう腸トレしたらいいのかなと思って聞いてたんだけど、ま、あの私が言うタイプ別っていうのは、生活習慣で結構その腸の便秘の不具合、腸の不具合が分かれるなっていうのが、うんうん、まあ、セラピーをしてきて分かってきたので、それでその方々に、あの最初はすごくこう口頭で1対1で一生懸命アドバイスしてたんですけど、きっとこれは氷山の一角で、その人にはすごく同じような悩みの、同じ生活パターンで同じような悩みの人がいるに違いないと思って、そういう方たちにもうちょっとこう広く伝えられないかなと思って、あの書いた本ですね。別にその痩せ型だからどうとかそういうんじゃなくて、なんかこう実際にセラピーやった後で分かるようなタイプなんですか？これ、あ、そうですね、生活習慣のタイプごとに分かる、うん、生活習慣でやっぱり腸のタイプが分かれるんですけど、うん、まあ、あの便秘の分類と一緒で、うん、過敏性腸症候群のタイプとか、うんうんうん、あとはその直腸性便秘とか、うん、あとは、まあ、あの弛緩性の便秘とかうん、うん、そういったようなことをが割とこう若いうちから、うん、その生活習慣とか性格とかっていうことで分かれてくるので、うん、それをこう分かりやすく書いたつもりではあるんですが、レオンちゃんみたいにお酒をすごい飲むタイプはどうなんですか？見た目だけだとね、分からないですよね。お腹を見せると分かるんですか？あのセラピーをするときに、そのなんて言うんだろう、腸の動き方が分かるの で、 でそれは何で分かるかというと、お尻に入れてるホースが、あの排泄用のホースがあるんですけど、それがこう揺れ方で、こうそれがこう自分の腸の動きと連動しているので、敏感タイプというか、まあ、過敏性腸タイプの、で、まあ、ストレス型なんですけど、そういう方は、うん、そういう方のホースの震え方ってまるでなんかプル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 震えるように小動物が震えてるように震えるんですよ。そうか、じゃあ僕 の、ね、あの誘ってくれたやつレオンちゃんに譲るんででも痛いんですか、それやるとき、うん、痛くはないですよ。ちょっと興味出てきた。どんな感じなのかなってちょっとこう探ってるんですけど。え、お値段とかって高いんですか？うちは18,900円ですね。上陸した時は2万1000円とかが相場だったんですが、これ終わった後ね、僕この間カメラ自分でやって終わったら、終わったらすごいお腹減るんですよ、うんうんうん、で9週やっぱ更新してみたいで1回減るんだけどすぐなんかね元に戻っちゃったんですよ、だから逆に言うと終わった後ちゃんと手当てしない、手当てっていうか手入れをしないとやっぱり良くないのかなって気もして、そうですね、もちろんそうです、うん、なんかいいやり方ってあります？終わった後が大事、まあ、やっぱり最初はあの腸の中をきれいにしてた後に、まあ、きれいにするっていうのはこう古い便を取った後に、うんうん、やっぱりいい菌をあの速攻で入れてあげるっていうのを重要視していて、そうするとやっぱり次の動き方が変わってくるので、はい、何がいいんですか？いい菌って要するに腸内細菌っていうんですね、うん、やっぱり大腸ビフィズス菌ですね。あら、ビヒーナひょっとしてビヒーナいいです、本当にいいですよ。出た今週も13年前にこのセラピーをのセラピストを始めたんですけど、うんうん、その時に、まあ、いろその終わった後に何か使う腸にいいものということでいろいろ試して、うん、もうビフィーナが一番良かったんですよね。へ、うん、どういうふうに分かるのか、いいか悪いかって。あ、次にあのセラピーに来ていただいた時に、うんうん、そのお腹が張ってない、柔らかくて、でガスが溜まってないんですよ、はい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 、で皆さんおならが臭くなくなりましたって。あ、はい、そこで分かるんだ、うん、はい、で、まあ、使わなくても一回やっぱりあの出すだけで、うん、おならの匂いっていうのは軽くはなるんですけど、うん、もうあのさらに
ステップアップして、うん、その菌を入れてあげる、ビフィズス菌をちゃんと大腸まで確実に届けてあげるっていうことが、うんうん、これだけその腸の再生に役立つのかなっていう感じですね。まあ、でも確かにお湯入れてね全部入れ替えちゃうと、まあ、一回なくなるわけですもんね、うん、まあ、なくなりはしないんですけれども、うん、でもやっぱりそこであのちょっとこうよいしょって背中を押してあげる、うんうん、確かに、まあ、なんていうの、静着しやすくなりますよ ね、 そうですね、前の邪魔なやつが減るわけですよね。そうですね、古いものは取れ、あの汚いものは取れるので、はい、そんなメリットがあるんだ。そうなんです。それでもういろいろずっとあの何年もあのビフィーナ対何々みたいな対決させてやってみましたけど、いまだにビフィーナですね。へ、うん、確かにね、ビフィーナ飲んでる人で言われてるおならの匂いがね臭くなくなったとか、うん、お腹の張りが減ったっていうのよくね、うん、皆さん言われてますよね。そうですね。へ、うちも家族ぐるみで飲んでますもん。あ、そうなんですか。でもスタッフもあの医療スタッフの間でやっぱりすごい人気あります。へえ、うん、そっか、意外なところにビフィーナの効果だね。すごいですね。ちょっと興味あるけどな、どういう風にやるかっていうのは、ね、女性専用のサロンだからそこに行くっていうのがまずまずだよね。まっすぐダメだね。レオちゃん譲って、じゃあ譲るのありなのか分かんない。でもちょっと興味あるでしょ。まあ、はい、あのでもなんかほらお腹が張ってる人とか便秘の人とかの方がいいわけでしょ、うん、それはないの、うん、それ全然ないんで。あ、ないんだ。はい、なんかどうなのかな。そう、そういう方は、まあ、あのお腹がすごく快調っていう方は全然する必要がないと思うんです。お腹もぺっちゃんこ でおならも臭くないし、もちろん、まあ、便もちゃん、うん、古くない便だったらそんな変な匂いはしないので、うん、でいつもすっきり感があってっていうことであれば、うん、全くこのセラピーはする必要がないと思ってますね。ですって。ね、じゃあ、うん、レモちゃんいらないか。行ってきてください。失礼しました。はい、まあ、ちょっとじゃあ真剣に考えます。まず女性専用が確かに高いな。でも今日ちょっと面白い話、これコロンハイドロセラピーっていうのは本当に正式なあのあれなんですか、名称として。そうですね。でアメリカの方ではそう資格あるんですか。はい。へえ。でアメリカというかあの世界でありますね、あちこち。その資格で国際コロンハイドロセラピスト協会っていうのがあって、私そこの会員なんですけれども。そうなんですか。でアメリカで資格を取ってアメリカでは開業ができるんですよ、うん、でも日本ではやっぱりあの医療行為になるので、うん、アメリカはまだそのちゃんとその専門の学校に行って試験に受かれば、うんうん、あのコロンハイドロセラピストっていう資格でこのセラピーができるっていうことみたいですね。日本では日本でその資格を持ってても、まあ、あまり意味がないとは思うんですけど、アメリカに行かれた時に取られたってことですか。そうですね、アメリカに、うん、あの勉強に行ったんですね。あの最初にあのセラピーをセラピストとして仕事をし始めた時に、そちらのやっぱり産婦人科のクリニックだったんですけれども、まあ、今と、ね、違うところですけれども、そこの院長先生が、まあ、勉強になるから本場であのちゃんと勉強してきたらっていうことで進めてくださって、いやちょっと考えます、うん、いや勇気ないんですよね、気がちっちゃいから。でも皆さんやっぱりそうみたいですよ、本当に怖くて怖くて、興味はあるけどって、でも もうどうしていいかわからないっていうことで、で吟味していらっしゃるみたいです。そうですか。体重減らしに行くみたいな感じはどうですか。まあ、それもいいんですけどね。まあでも普段やっぱりねちゃんとこうお腹を整えれば自然に減ってくるし、うん、そうですね、そインナービューティーをね、うん、腸内洗浄だけで体重を減らそうと思ってもちょっと無理がありますよね。だってもう一回出たらそれで終わりだからね。吸収良くなっちゃって逆に、うん、そうそうそう、いやでも腸の動き良くなるからやっぱそれはね、うん、ちゃんと食事もしないとそうなっちゃうんじゃないかな。うん、いやでも今日ありがとうございました、はい、ちょっと考えます、はい、すみません、どうもありがとうございました。ありがとうございました。